朝日放送グループホールディングス ABC センター、梅田スカイビルから見た ABC センター周辺 ABC センターは、1966年6月から2008年まで、大阪府大阪市北区大淀南2丁目に存在していた朝日放送の旧社屋及び隣接する関連施設を含めた外区の総称である。中核施設である朝日放送本社社屋には、4つの テレビスタジオ4つのラジオスタジオ、公開放送用ホール、ABC ホールなどがあり、その南側には広場を挟んで、ホテルプラザ、西側には大阪タワーが設置されていた。このほか、センター周辺には朝日放送の別館ビルや関連会社が入居するビル、ザ・シンフォニーホールなどが点在していた。1989年から1998年、 および2001年まで使われた ABC テレビの放送開始終了映像でも CG により作成された ABC センターの前景映像を見ることができた。1966年6月に関西大倉学園が茨城市に移転した土地に中野島に分散してあったテレビとラジオのスタジオやホールを統合する形で本社社屋を竣工その後、大阪タワーや ホテルプラザなどの周辺施設を建設し、規模を拡張していった。竣工当時の社屋周辺は、倉庫と町工場しかない不便な地域で、社屋前の道路すら舗装されていない状態だった。1995年の阪神・淡路大震災では、ジムフロアのある社屋の東側と、スタジオが並ぶタワーよりの西側をつなぐ通路が、地震の振動で避けて半壊、コンクリートが飛散。 一階の日産ギャラリーの外に面したガラスが破損するといった被害が生じた。また、コンクリートの塊の一部が社屋西側の無線制御室にいた技術局員の至近距離に落下するといったこともあった。しかし経年劣化による建物の老朽化が顕著となり、2008年5月18日に大阪市福島区福島一丁目の新社屋に本社機能を移転。 また移転後も残っていたテレビラジオの喪失マスターも同年6月23日をもって新社屋の喪失マスターに切り替えられ朝日放送の本社機能はすべて新社屋へ移った新社屋移転後も同センターで一部の録音番組等の収録を行ったが同年8月5日の ABC ホールの閉鎖をもって42年の歴史に幕を閉じた新社屋への完全移転後 ザシンホニーホール以外の建物はすべて解体され、解体後の跡地は商業施設もしくは住宅施設に再開発されることが決定しており、旧社屋及び ABC ホール、大阪タワー、ホテルプラザの順に解体された。当該施設の跡地はすべて駐車場等に転用されているが、2017年1月に積水ハウス、三菱実所レジデンス、 東急不動産など5社が共同で跡地を取得し、高さ最大178メートルのタワーマンションを建てる計画があると報じられた。名称は、グランドメゾン新梅田タワーザクラブレジデンスで、計画では2022年完成予定としている。なお、2008年4月22日放送のご期限、ブランニュにおいて、さよなら大淀社屋特集とのタイトルで、 ABC センターが詳しく紹介された。ABC センター時代のベリカードは旧社屋のペーパークラフトだった時期がある。A スタジオは竣工当初から1964年の東京オリンピック後の普及や1970年の大阪万博を見据えてカラー放送に対応した機材が導入されていた。この他、竣工当初は D スタジオもあった。 2008年4月頃から新社屋ースタジオが稼働したことに伴い、旧社屋ースタで制作していた番組、ご機嫌。ブランニュー、朝だ。生デスタビサラダ。パネルクイズアタック25は新社屋ースタでの制作へと順次切り替えられた。また従来の B スタジオで放送していた番組、おはよう朝日です。ムーブ。ABC ニュース U は、 B スタジオ機器の新社屋移設工事に伴い、A スタジオへ移動した後、同年6月23日の新社屋カットオーバーと、同時に新社屋での制作へと切り替えられた。なお、同年4月29日の環境特別番組、ガラスの地球を救えで、初めて新社屋 A スタジオから生放送を行っている。また、5月6日に新社屋完成記念特別番組、第1弾。 朝日放送新社屋完成記念番組対抗ナンバーワンスペシャルオールスター大集合おめでたバトルが新社屋 A スタジオにて制作されており5月17日の第2弾朝日放送新社屋完成記念くるくる朝日ですは新社屋スカイテラスから生放送されているまたかつては視聴性室のアナウンスブースで生放送を行っており当時は キースタジオと呼ばれていたが、生放送の雑然とした雰囲気を伝えるために、ブースの外の視聴性質側で放送するようになった。この部屋は窓に面していて、出演者が喋るテーブルを窓側に設け、外の天気などがわかるようになっていた。大阪タワー朝日放送が所有したホテルプラザー土地。後に大塚家具のショールームが入居していたが2010年末に閉鎖された。 ザシンホニーホール2代目 ABC ホールここでは ABC センター内の施設だけではなくセンター外の施設についても合わせて説明する。朝日放送は1991年に社屋用地の再開発試案を発表していた。具体的にはセンター用地の北側にある ABC 公園部分に22階建て規模の本社機能のある社屋を建設し公園などの施設を整備。 大阪タワーを取り壊し、後地に15階建て前後のビルを建設し、多目的ホールアスレチックジム、美術館などが入居した文化ゾーンにするといった構想であった。計画では、1995年頃に着工し、第1期は1997年、第2期は1998年、そして第3期は2000年に完成させる予定であったが、資金問題やデジタル放送の準備などもあり、 新社屋の計画は白紙となった。2004年に改めて大阪市福島区福島一丁目の大阪大学医学部附属病院跡地に移転する計画が発表され、4年後の2008年6月23日に完全移転した。ABC センターが存在していた当時の情報。阪急バスは2020年7月19日の運行をもって廃止となり、 当地区を通らなくなった。ありがとうございます。